これは産経ニュースですね。6月10日の、記事ですけどもね。死亡の男性、10分後に絶命。搬送先の病院が状況説明とありますね。この写真を見てください。ね、真ん中にいる人、何やってます？真ん中にいる人、手の、組み方がね、おかしいですよね。これ、イルミナティのね、ハンドサインですよね。イルミナティ、フリーメイソンリーのね、ダイヤモンドのハンドサインですよね、これね。まあ、記事を読むとね、ここの、3行目にね、2行目と3行目にね、33をマーキングしてますね。これスコティッシュライトのね、フリーメイソンリーの最高会員のね、数字ですね。33会員が最高ですからね。それとね、キリストの、亡くなった年、年齢ですね。それから、打点子の数ですね。3割が、ね、天国から、地に落とされたということですから。まあ、天国から追放されたって言った方がいいんですかね。その33をね、2行目と3行目にね、ちょうど綺麗に並べてね、マーキングしてます。これ市民病院の人ですか、これね。この人は、何でしょうね。本当に病院の人かどうかわかんないんですけどもね。こういうマーキングをしてるんですね。実はその事件はね、茶番劇のやらせだったっていうことをこういうところでね、露骨に見せているんですね。そして、ね。大嘘ついてますから、もうね、反キリストっていうことなんですよね。これ反キリストのマーキング、シンボルですから、これサインですからね。このトランプもね、いつもやってますけどもね。